優勝戦六号艇の石川真二選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は二コースからコンマゼロ九のスタート。差しての二着ということで、優勝することになりました。先頭、はい、争いとなったんですけれども、足の方の仕上がりはいかがでしたか。うん、まあ準優に限って言ったら、ちょっと足っていうよりも。自分の失敗ですね、二コーナーちょっと。は大失敗しちゃいますね。一周一マークに関しては。 実績機の森田選手を差し切っておられましたもん、ね、うんまあ、そうですね、まだ仕上がってはないですけど、はいまあ、徐々によくはなっています、はい、今回は2連体率47%のエンジンを手にされて、プロペラを変えて、叩き替えて、足を仕上げていくとおっしゃってましたが、まだ仕上がり途上な感じですかそうですね、なんか多分ベースが伸び型じゃないかなと思うんですけどね。はいなんか 伸びはなんかすぐ良くなるんですけど出足はなかなか来ないですねでは最終日の一層向けてはご自身の形にしっかりと仕上げるのみとまあ時間あるんでちょっと本体をゆっくりやりますはい、はい、枠は6枠ですがコースはいかがお考えでしょうか、はいまあ、1コースから6コースまで想定して、はい、まあ起こす位置本人3箇所ぐらいでコースはねちょっと他の人がねいることなんで分からないですけど、はい、まあ自分の 進入で自分のスタートをしていきます。はい、わ、はい、かりました。今年はこれが13回目のエースで5回目の優勝がかか係戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、あのー、今年これが最後のレースになるんで、あのー、いいレースをして、本当にあのー、今年1年を締めくくろうと思ってます。あのー、優勝します。頑張ります。